ザ・スター・アーティストは2017年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督、主演はジェームズ・フランコが務めた。本作は、グレッグ・セステロとトム・ビゼルが2013年に上司したノンフィクション、ザ・ディザスター・アーティストを原作としており、史上最低の映画としてカルト的な人気を博しているザ・ルームの制作過程を描き出した作品である。本作は日本国内で、 劇場公開されなかったが、iTunes で配信された。本作は映画史上初めて iMax 形式で上映されたコメディ映画でもある。ジェームズ・フランコ、デーブ・フランコ兄弟の共演となる。1998年のサンフランシスコ。俳優になるために演技学校に通っていた、クレック・セステロは、そこで、トミー・ウィゾーという一風変わった男性と知り合いになった。当初、 ウィソーのオーバーな演技に唖然としていたセステロであったが彼の独特な風貌とアクセント、エキセントリックな振る舞い自分の過去を決して語らないというスタンスに好印象を持つようになっていった。その一方演技指導を担当していたジーン・シェルトンはウィソーの演技を厳しく批判した。ここでくすぶっていても道は開けないと考えたウィソーの勧めでセステロはロサンゼルスに引っ越すことになった。 それがこうをそうしたのか、セステロは芸能事務所と契約することができた上に恋人を見つけることもできた。一方のウィゾーはオーディションに落ち続けていた。親友が講師ともに順調なのを見て、ウィゾーはグレッグに嫉妬心を燃やし始めた。しかし、セステロも映画出演には至れず、徐々に苛立ちが募っていった。そんなある日、セステロは冗談のつもりで、 自分たちで映画を作ってしまえばよいと言ったところ、ウィゾ造はそれを本気にしてしまった。彼は何かに取り憑かれたように、ザルームの脚本を書き上げていった。ウィゾ造の行動力は並外れたもので、資金や機材、スタッフを次々に調達してきた。しかし、彼には映画制作に関する知識も経験もなかった。当然、そんなウィゾ造が指揮を執る撮影現場は、 大混乱に陥ることとなった。2014年2月、セスローゲンが経営するポイントグレーピクチャーズが、ザ・ディザスター・アーティストの映画化券を購入したと発表した。監督と主演を務めることになったジェームズ・フランコは、映画化された同作は、ブギーナイツとザ・マスターを組み合わせたような作品になると思いますと述べた。9月8日。 スコット・ノイスタッターとマイケル・ H ・ウェバーが脚色を担当することになったとの報道があった。2015年10月、ブランドン・トゥロストが撮影監督に起用されたと報じられた。2016年4月、本作のタイトルがディザスター・アーティストからザ・マスター・ピースに変更されるとの発表があったが、後に再びザ・ディザスター・アーティストがタイトルとなった。2014年6月、 ザ・ルームの深夜上映会の会場でデーブ・フランコがグレッグ・セステロを演じると発表された。会場にいたトミー・ウィズオーはその決定を称賛したという。2015年10月、セス・ローゲンが、サンディ・シュクレア役に起用されたとの報道があった。シュクレアはローゲンとの面談を希望していたが、ローゲンはどういうわけだか会おうとしてくれなかったのだという。そのため、シュクレアは劇中で自分が どう描写されるのか不安だと述べている。2015年12月上旬には残りのキャストが次々と発表された。12月下旬、シャロン・ストーンが本作に出演すると報じられた。2016年11月、ブライアン・クランストンが本人役で亀を出演するとの報道があった。当初、トミー・ウィゾーは 自分を演じられる俳優はジョニー・デップだけだと主張して譲らなかったが最終的にジェームズ・フランコが自身を演じることを認めたフランコはその天末についてある時トミーは私が自分を演じることを許可したのです駆け出しの頃に私がジェームズ・ディーンを演じたからトミーは許可を出したのでしょう皆さんお分かりのようにトミーはディーンには似てません私の目には トミーがマジックペンで髪を染めた吸血鬼に見えます。しかし、トミーは自分をジェームズ・ディーンだと思っているのです。と語っている。なお、ジュリエット・ダニエルはケイト・マッキノンが自身を演じることを希望していたが、それは叶わなかった。本作の主要撮影は2015年12月8日に開始され、2016年1月28日に終了した。撮影中、 フランコは、セット外でもウィゾーになりきっていたため、その姿を見た人々が困惑するという事態が発生した。2017年3月12日、本作はサウスバイサウスウエスト映画祭でプレミア上映された。同年5月、A24 a が本作の配給券を購入し、全米公開日を12月1日に設定したと発表した。なお、アメリカ以外の国においては、 ワーナーブラザース映画が本作の配給を担当することになっている。2017年12月1日、本作は全米19巻で限定公開され、公開初週末に120万ドルを稼ぎ出し、週末工業収入ランキング初登場12位となった。なお、10巻以上の公開規模で1巻あたりの工業収入が6万ドルを超えたのは2012年の、 リンカーン以来の快挙であった。サウスバイサウスウエストでのプレミア上映の終了後、スタンディングオベーションが発生したことからもわかるように、本作は極めて高い評価を受けている。映画批評集積サイトの6点トマト図には301件のレビューがあり、批評家支持率は91%、平均点は10点満点で7.8点となっている。サイト側による、 批評家の見解の要約は、これは、出来が良い。ディザスターアーティストは、映画制作を痛快かつ魅力的に描き出している。同作は意外なほどの繊細さで、ザ・ルームの制作工程を描写している。となっている。また、メトクリティックには44件のレビューがあり、過重平均値は76、100となっている。ザ・プレイリストのエリック・チャイルドレスは、 本作におけるジェームズ・フランコの演技は127時間以来の名演である。映画監督としてのフランコは本作で自らの得意分野であるコメディに復帰した。セレブが多数カメを出演した本作はロバート・アルトマンのザ・プレイヤーにも被験する出来栄えになっている。と絶賛している。バラエティのピーター・デブルージはザ・ルームを見たことがある人でも 見たことがない人でも面白いと思える作品だ。と述べている。本作を鑑賞したトミー・ウィゾーは、フットボールのシーンの扱い方にこそ、不満を漏らしたが、99点の出来栄えだと、称賛している。ただ、別の記事では、ウィゾーが99.9%は良い。ただ、冒頭の証明が、やや弱かったのがいただけない。と語ったと報じられている。しかし、 マイケル・ H ・ウェバーに2017年に公開された作品の中で気に入った作品は何ですかと聞かれた。ウィゾーは本作を挙げることなくファンタスティック4だ。数年前に公開された作品であっても今年のベストなんだ。と答えたのだという。ありがとうございます。